Bonjour, online France Go Gakko ensemble en français coach のアドリアンです。今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介します。実は2週間の予定で、バカンスに行く予定でとってもワクワクしています。あ、そうだ。今日は2週間の予定で、2週間前をフランス語でどういうか勉強しましょう。2週間後は、dans deux semaines。dans deux semaines。dans deux semaines。Dans deux semaines. 2週間の予定では Pour deux semaines.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 2週間前は、il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines.それぞれ直訳すると、2週間の中で、2週間のために、2週間があります。ですが、これで、2週間後、2週間の予定で、2週間前にという意味ですよ。とってもよく使う表現なので、3つまとめて覚えてしまいましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。À bientôt!